て、今回の EU4 だと、なんだこのマップは。ボヘミアがでかい。ブランデンブルクがでかい。オーストリアが、なんかちっちゃい。やべえよやべえよ。これじゃあハプスブルク家の威信が。はっ。そうだこれはきっと悪夢。神聖ローマ帝国を揶揄したボルテールが見た悪夢に違いない。シュッ。シュッ。シュピッ。じゃーん。来た来た。ご視聴ありがとうございます。実況のことの葉葵です。賑やかし役の絆あかりです。ということで今回は EU4 の大型モッド、ボルテールズニューナイトメアの世界をお届けいたします。なんだかゲーム画面のマップがすごいことになっていますね。このモッドでは EU4 の要素を HRE にキューと凝縮。ここが世界の中心。濃度 100% の HRE ドタパタ劇場を体験できます。なるほどよくわからん。私もよくわからんのでまずは地図をくるーっと眺めてみましょうか。ベネツィア周辺のラグーナも結構忠実に再現されていますね。ローマも米粒みたいだ。うわぁ、この辺りの州は大変なことになってます。これも男の州なのかよくわかんねえな。見てるだけで胃もたれしそう。これからプレイしていくので胃薬用意しておいてください。もちろんマップ回収だけではなく、オリジナルイベントやシステムも目白押し、ハプスブルク家の躍進や宗教改革の変遷がピックアップされそうです。その辺の歴史が大好きな方には刺さりそうなモッドですね。さらにバージョン 1.33 では日本語化モッドとの併用も可能。さすが日本モッドオリジナルのテキストは英語のままですが、プレイする上では支障なし。Steam の公開ページ URL は概要欄に記載しているので、気になった方はぜひプレイしてみてください。で、今回遊んでいくのはもちろんこの国家。じゃじゃーん。HRE 皇帝様、オーストリア大公国です。無難なチョイスだ。ルプヌ氏が大好きだからね、仕方ないね。とはいえ、これが本モッド初見プレイなので色々と手探りになりますが、そこのところはご了承ください。ホナシャス。前置きはこのくらいにして、早速プレイしていきましょう。おお。改めて見ても州の数がものすごいですね。バニラ世界でもウィーン本土しか領有していないのですが、それでもこの大きさです。最初からユニットの移動操作が大変そうだね。州のつながりも分かりにくいので、操作は慎重にしていきましょう。アイコンずれてるし。お、プレイスタートは1441年なんですね。バニラよりも3年早いですが、イベントでもあるのかな？あ、ふーん。まずは HRE のパネルでも確認してみましょうか。我らが皇帝として、皇帝として、皇帝司会アーマフクだ。あーなんで？これでは満身皇帝様の UH プレイが。1441年ですと、先代の神聖ローマ帝国皇帝アルブレヒト2世が逝去、ハトコであるシュタイアーマルク公、フリードリヒ3世がローマ王に選出されたところです。だからシュタイアーマルクが皇帝の座に、プレイおすすめ国家にオーストリアの名前がないわけだ。でもシュタイアーマルクとオーストリアは、この後同訓連合を再形成するんですよね。史実ではそうですが、本モッドではどうでしょうか。まあ、とりあえずプレイを進めてみましょう。後継者ラティスラウスには長生きしてもらわないと。それでは早速プレイしていきましょう。今回はこちらのシュタイアーマルクで遊んでいきます。統治者は皇帝フリードリヒ3世。これで HRE の平和は守られました。おう。すみません、許してください。継承させてください。歴史側のウプヌシには荷が重かったか。気を取り直して皇帝様プレイ開始です。同じくハプスブルク家の統治下にあるチロルとは同盟を締結。さすがにゲーム開始時から従属国、なんてことはないんですね。ゲームバランスとの兼ね合いでしょうか。特権は、とりあえず適当に。あ、なんだか見慣れない階級が。ジュートンですね。ジュートン騎士階級ということでいいのかな。これまた固有イベントがありそうですね。先ほどは簡単に流してしまった HRE の状況はと。うわぁ、圧巻の構成国数ですね。この世界の皇帝様は史実よりも多忙になりそうだ。非構成国としてはベネツィア、教皇領、ナポリ、中東騎士団やフリースラントもまだ加盟していませんね。バニラと同じように帝国改革を進めていきたいので、彼らの解体と勧誘活動に勤しみましょう。まずは立地的に仕掛けやすいベネツィアですな。そういえば交易のシステムはどうなってるの？濃度を確認してみますか。どれどれ。おお、こちらも大幅に回収されています。我々のメイン濃度はグラーツ濃度。地中海側が上流になっていますね。あ、本当だ。ということは？ベネツィアから流出あり。ジェノバもエンド濃度ではなくなっています。昇流濃度も少ないですし、この辺で収集するのが旨味薄味ですな。で、そこからトリノ、ミラノと北上し、ジュネーブ、チューリッヒを経由、そのまま北へ北へと流れていき、アントワープがエンド濃度になっていますね。低地地方の強さは変わらずですな。あれ、なんだか見慣れないアイコンがありません。なんなんだ、こいつは。ハンザ同盟に加盟している都市には補正あり、攻撃力が上がる代わりに自治率が上昇。これ結構見たくない？ですね。これから衰退していくハンザ同盟を表現しているのかな？なるなる。リューベックやダンツヒのエンド濃度ですが、東部は全体的に攻撃額が控えめです。定地しか勝たん。確認が必要な項目はこんなところですかね？それでは時を進めて。あれ？何やら見かけない事件発生。なになに？公開機に関する事件ですね。
バーチェル公会議とフィレンツェ公会議の対立を表現しています。歴史的背景は省略しますが、現教皇と対立教皇のどちらを支持するか選択可能。左が現教皇のエウゲニウス4世、すっごい見切れてる。右がバーチェル公会議が立てたフェリクス5世。どっちを選びます？ここはやはりエウゲニウス4世でしょう。カトリックの改革欲求が 2.5% も上昇するのが気がかりですが、宗教改革待ったなし。さて、それでは拡張していきますか。まずは周辺の国境線をきれいきれいしましょう。この世界ではたくさんの州を領有するチリに宣戦布告。マニラでは一州の国家でも、こちらでは立派な中堅国です。不要面会は低いようですが、グラーツノードの州を中心に中二州割上では平。この世界では僻地なので栄誉を気にかける必要もなし。その代わりコアカコストはいきなりヘビー。ついつい取りすぎちゃいました。サクサク割上できるのも困りものです。お、またまた帝国事件発生。ブルゴーニュからのフランドル加入請願ですね。ブルゴーニュ継承イベント後に発生するイメージですが、この世界ではブルゴーニュは HRE に加盟済み。ウェルカムウェルカム。続いてバンベルク戦。相手同盟国は読めない。ディンケルスビュール、シュバインフルト、バイセンブルク・イン・バイエルン、ビンツハイムかな。これはドイツの都市に詳しくなれますね。地理の勉強にもなる。いいモッドだ。首都の位置は首都アイコンの方が大きいですね。とりあえず部隊を突っ込ませましょう。さっくりと周辺領土を割上。ザルツブルクからもドピチを割上させてはへ。うむ、これで国名表記が綺麗になりました。うむ、ガハハハハ。北はオーストリアの動向を見守り中。東や南にはハンガリーやオスマンの姿はなし。となると次の仕掛け先はベネツィアしかありませんね。帝国の領土を返還してもらいに伺いましょう。開始10年ほどでこの規模の戦争になるんですね。よーし、乗り込めー。わーい。序盤からたんまりと塗り絵できるのは塗り絵好きにはたまりませんね。ほおー、オーストリア継承、オーストリア継承。これこれ、やっぱりこうでなくては。ラディスラウス、どうか安らかに。ナポリをサクッと蹴り出し、ベネツィアからは埋もれた国家の解放場。ダルマチア解放は戦勝点が 100% 超えちゃうね。アクレイアやベローナもかなりのコストがかかりますね。まずはお手頃なパドバを解放して、あとは屈辱でも与えておきますか。これは解体に時間がかかりそう。バニラプレイの感覚は投げ捨てないといけませんね。さてさて、それではきちんとオーストリア継承と参りましょう。ポチッとな。これでオーストリア大公国に転退。うん、やっぱりこっちの方が落ち着くね。見慣れない決断もありますね。オーストリア帝国の形成。何それたまらん。条件は統治技術20からか。かなり先になりますが、これは見てみたいですね。ミッションがどうなってるの？ハンガリーやオスマンに関連するミッションが削除されていますね。お、先帝国の確保があります。ということは、ボヘミアへの同訓 CD を。獲得獲得。おお。これでボヘミアを同訓会に収めればゲームエンドでは。なんだ、バニラより簡単じゃないか。ガハハハハ。しかしこの時二人とウプ主は気づいとらへんかった。そんなうまい話、世の中には存在せえへん、ちゅうことに。あ、どうもアカネちゃんやで。よーし、それでは早速乗り込みましょう。さすがにこの規模の同訓形成は AE が大変なことになるよ。大丈夫大丈夫、なんとかなります。それそれ、塗り絵ちゃ塗り絵ちゃ。それ私のポジションじゃない？うーむ、塗り絵は順調ですが、戦勝点がなかなかたまりません。同訓形成は戦勝点 60% だったかな。ですね、今のうちに AE がどのくらい拡散するか確認しておきますか。あれ？どうしたん？同訓連合の形成って条約項目の中にありますよね。そうそう。ありませんね。え、和平案の項目の中に同訓連合の形成がありません。マジ？マジマジ。これは、塞がれてますね。残念。バランス調整した結果でしょうか。やむを得ません。ここはおとなしく手を引きましょう。地道に拡張していくしかないね。ですね。それも一興でしょう。気を取り直して、引き続き皇帝様のお仕事に従事従事。さてさて、不法に領有されている帝国州はと。ノイマルクはブランデンブルクに売却されていますね。助かる助かる。となると、あとはベネツィアだけですか。あれあれ、フランスが、ノーフィネだったはずが変態したんでしょうか。ゲーム開始時に出現させておかないとは、やりますね。これはまだまだ参戦する国家が現れそうです。大モラビアの実績でおなじみモラビアも、独立国家として健在。ゲーム開始時点ではボヘミアの同訓会ですが、独立イベントがあるようです。ボヘミアプレイも面白そう。ですね、このモッドかなりやりごたえがあります。今回はがっつりと17州割上。サルツブルクからも7州いただいて、ベネツィアからは2州割上とアクレイア解放。戦いはサクサク進められるね。州は多いですが、州の移動速度は補正が入っていそうです。移動速度アップのコモンもよく出現するので、むしろバニラよりも快適かもしれません。その後3つ目の改革を可決し、影の王国イベントはイタリア諸侯の支配継続を望むも、ジェノバとミラノの説得しかできず。それなら誠意を示すしかないな。お帰りなさい。お帰りなさい。と職務遂行中の1501年4月、じゃん、ここで宗教改革のお時間です。ここからが本番ですね。ポップしたのはどこじゃろか。見当たらないね。
お、発見発見。また随分と遠い場所に。ここからは遺憾潰しをしつつ回収に専念。周辺化ルートの改革を目指し、最終的には神聖ローマ帝国権限といきたいですね。あえてプロテスタントや改革派の布教を促進して、大々30年戦争も面白そうだね。おお、それもいいですね。今回は紹介していませんが、スイス名役社団を某皇帝システムで再現していたり、フランス以外にも周辺大国が続々と参戦してくるみたいです。これはプレイするしかないね。気になった方は概要欄からダウンロードしてぜひプレイしてみてください。このプレイの続きはどうするの？それはこの動画にたくさんの反響をいただけましたらやりましょう。あ、どこかで見た手法だ。続きを見てみたいという方はぜひいいねを。さらに他動画もお届けしたいので、チャンネル登録と通知設定もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回はこのあたりで、チャオチャオ。